青コーナーよりチームカオス中村俊介入場。さあ、新日本期待の格闘超新星中村俊介が戦いのリングに入ってまいります。赤コーナーより新日本プロレス棚橋弘至入場。さあ、未来を背負うビルドアップボディ棚橋弘至が入場してまいります。棚橋シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。棚橋青コーナーチームカオス中村188cm 104kg 中村俊介棚橋赤コーナー新日本プロレス181cm 107kg 棚橋和田沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。2位を突き上げます。腕を取ります。腕攻めに転じます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。掴みます。させません。キックを打っていきます。あっと、エルボー組み合います。逆に返します。危ない、デンジャラスなストッピング。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ローを打ってまいります。ランニングしたのネックブリーカー。男が男に惚れる、まさにそんな言葉すら形容に値するこの中村俊介。かっこよすぎるこの男。しかし、その最大の魅力は内面からあふれ出るファイティングスピリット。新日本、いやプロレス界の未来は
格闘超新星中村俊介に託したぞ。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ロックアップ。かわず掛けで倒します。切り返します。腕を捉えます。逆に切り返します。バット返します。肘を打ち込んでまいります。腕を回します。エルボーを入れていきます。掴んだ。膝を使ってまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。おっと逆に捉えた。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。強烈に打ち込みます。腕をフックします。ハーフハッチのスープレックス、ストロボ効果、フラッシュニングエルボー。顔面が歪みます。抱えます。逆に投げてまいります。相手を挑発してまいります。腕をフックします。簡単にはいきません。抱えます。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。行くのか。返してまいります。膝を殺してまいります。腕をフックします。抜けてまいります。ネックブリーカートラップ。腕を取ります。逆に返します。掴んだ。キックで返します。掴みます。肘を打ち込んでまいります。腕を捉えます。逆に腕を取ります。あっとエルボー、ブロックします。タックルぶちかわし、このポーズ。右はフォーレッグロック、足音の字に持ち込みます。ロープブレイク、ガチッと組み合った。正面から投げを見舞った。立たせていく、させません。腕をフックした。おっと外した。10分が10ミニッツゴー。首がために持っていく。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。ダイビングセット、強烈バックに回った。投げっぱなしのジャーマンスープレックス。組み合った、逆に返した、起こした。背筋がゾッとするスリーパースプレックス。いけるか、ロープに振った。これは強烈に決まってますね。組み合った、丸めていく。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。あっと返した、蹴り上げていく、抱えた、打たせない。あっとエビ固めで丸めていく。
じて丸め、返した返した、返しました。バックを取って、あっとリバースの DDT、 抱き起こす、打たせない、抱えた、外した、腕をフックした、ハーフハッチで投げていった、あっと逆に切り返した、小包み固め、スモールパッケージ、完璧のハーフの腕に抱かれました、抱えた、リング上の殺虫剤 DDT、 引き起こす、掴んだ、エルボーを打ち込む、あっとドロップキック、腕をフックした、あっと耐えた、お客さんが足を踏み鳴らしています、ものすごい重低音バズーカ、おーマックスボルテージ、キック、もう針振り切ってますね、すごい気迫ですよね、もうヒートアップしてますよ、起こした、していった、カバーの体勢、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ、はい、いけるか、あと逆に返した、気合を入れた、体を預ける、ここでロープブレイク、あとデンジャラスなパンチ、あとキャッチした、バックを取って、あと下から腕を取った、ロープに逃れました、ガチッと組み合った、グラウンドバンジに持っていった、ロープに逃れました、いけるか、コーナーに振った、サイドから